皆さんおはようございます。今日も、ショーダウンで VGC2016、いわゆる GS カップの対戦の、練習をこなしていきたいと思います。今まで使ってきた構築は、原子、グラードン、ゼルネアスの構築、原子、グラードンとイベルタルの構築かな、が最初に使って、弱点補填イベルタルを使って、その次が、冷静海洋画を使ったスイッチトリックルーム構築。海洋画と、ゼルメアスを入れたスイッチトリックルーム構築を使っていて、第3弾みたいな感じで、メガレクーザを軸と言っていいのかな、軸としたパーティーを使っていこうと思います。このパーティーも、もともとは、e スポーツランナーサイトに掲載されている、ジェネレーションショーダウンという Wi-Fi 大会で上位入賞された方が使っていたパーティー、を元に考えたって、あれだな、そのまま拝借した感じなんですけど、ここの部分が辛かったとか、この部分をこう改善した方がいいと思ったみたいな記述があったところに関しては、自分なりに変更したりとか、いじった部分があると思います。多分、レクーザ、海王が、クロバット、マニューラまでは、そのままの、努力値、技構成、拝借して、ボルトロスが、イカ様が使いにくかったっていう記述があったんで、イカ様があった場所を、守るにして、で、AC、やんちゃだったかな ?AC やんちゃ、タスキギルガンドが入っていた場所を、ナットレに変更しました。ナットレの方が、回復ソースが、一応、溜め残して持たしつつ、接触技に対して、鉄の取りでダメージが与えられるのが、地味に強いかなって思ったところ。あと、ギルガルド、タスキの保険はあるとしても、ブレードフォルムで弱点を晒すのが伝説戦ではちょっと辛い部分があるかなって思ったところ。ただ、どちらも鋼タイプでフェアリーに対して耐性がありつつ、ナットルはさらに水に対しても耐性があって、ジャイロボールも使えるってことでナットルに置いていってみました。あと回復ソース食べ残しに加えて、ダルギーの種で回復できるっていうのもありますね。メガレクーザー、ショーダウンでメガレクーザー使うときにどうやって設定するのかなって分かんなくて、ちょっと、自分で考えて、いじってたんですけど、ポケモン枠をレクーザーにして、もちろん普通に命の玉でも何でも好きなものを持たせて、技構成にガリオ転生を入れてれば、場に出したときに勝手にメガ進化する感じだったと思います。一回試したんだけど。メガレクーザーで他のメガ進化ポケモンと違って、ガリオ転生を覚えてることでメガ進化するみたいな特殊なメガ進化なので、実際のゲーム内でも。ちょっと、設定が分かりにくいかなと思ったんですが、問題なくできたようです。前置きが長くなっちゃいましたが、対戦をやっていきたいと思います。はい。いきますよ。バトル、ファインドランダムオポネント。リクルドさん。ジェンガー、レパルダス、メタモン、グラードン、ジェルメアス、トエティス。グラードンがきついか。トルキスがいるから詰まれるのがあれだな。どうしようかな。どうする。レックーザ、ナットレイ、カイオーガ、ボルトロス、マニューラ。いや、ちょっと待って。マニューラ、ナットレイ、レクーザ、カイオーガ、これで。猫魂と、このイブタマルの優先度は一緒のはずだから、優先度プラス2で。猫魂でトリキッシュを止めつつ、ジャイロボールを殴ることができるはず。猫魂をレパルダス。なった例はジャイロボールをジェルミアスに。マニューラの方がレパルダスより素晴らしい出力値が高いから上から猫魂を打ってるはず。でもしジョーコントロール積まれればジャイロボールの威力が上がるからかなりいい感じになるはずと思ってるんですが、気をつけなきゃいけないのはレパルダスのいたずら心からの電磁波アンコールなどの変化技。
まあ、あとウソナティとかで強引に特殊技でサポート、特殊技で倒すのをサポートするみたいな感じの動き。初手のゼルメアスは鋼タイプとか畑としてメタルっていうのは自分がやられて負けたことで覚えました。相手がなかなか選択してくれないからタイマーをします。相手はレパルバスを引っ込めるとしたら裏がいないのかな。こっちは猫ジャイロが一番安定すると思ったのでその選択したんだけど、グラードが来た。ジェルメアスが守る感じかな。弾がバレる。こっちは海王が出してジャイロをもう一回打つのが安定ですね。原始海王が属性始まりの海でこの技は全て無効化されるのでそれでいいでしょう。ナットレを正確勇敢にして攻撃努力値156振ったんだけど、この数値のジャイロボールでゼルネアスが落とし切れるのかっていうのが少し心配なんだけど、ジオコン積まれれば素早さの差分が大きくなって確実に一撃倒せると思うんだけど、もしジオコン積むよね。多分積まなかった。大地の力、なるほどね。サッシュ、レックウザに変えてジャイロボールをレパルダス方向。よそ泣き、よそ泣きが1めっちゃ効くな。予想外。これガリオ転生で落ちるんだけど、ハチマキガリオ転生なんだけど、メガエボリューションのガリオ転生をゼルミアスに打つんだけど落ちるっていう心配だな。まあ、もし残ったらキャノンフォース打ってくるかな。ここやべ、ムーンホース打たれたらレックウザ死ぬな。陽気レックウザなので、あ、やばい、これちょっとミスったか。しかしなったらで座っても今天候がエアロックであれだから噴火やっちゃうし、どうするのが良かったんだ。ハチマキガリオでゼルミアス落ちるのかな。いや、落ちるとしてもゼルミアスがこのターンを先制してくるからムーンホース食らうと死ぬんだよな。気づかれたわな。そりゃそうだな、やられた。ミスったわ、完全ミスった。マジカルシャインだったら耐えるんだけど、そうダメだな。メガ進化ハチマキレックだとメガ進化前がゼルメアスが遅いんだよな。メガ進化ちょっと翼必要値120なんだけど、フェイクアウト、オリジンパルス、あそこに飛びキス勝てえな。これこの間で止まるだよな、確実に。倒す手段がないか。叩き落とすと一応でもこの指止まるだよな。低いクラッシュ、雷で麻痺させる。それでトリディス倒して雷で麻痺させる。むちゃくちゃな戦術。ダメじゃねえか、ダズリンググリーンダメじゃねえか。マジカルシャイン食らった。無理やり麻痺らせようと思ったけどダメだ。あー難しいな。天候取り合い合戦もあるし、ってかレックウザとレックウザとも天候取り、ちょちょ、レックウザがいるから天候取りがめんどくさいし、はい、あすいません、なんかグッドティオムって押したんだけどなんかあれやな、うまく打ち込めたかな、うん、GG でグッドゲームなんですよね。なんか BGM が止まった。パソコンが固まったのかこれ。レックウザむずいな。海王だけだったらこういう天候の変なあれはなかったんだけど、
そしてエパルダスの嘘巻きの強さをちょっと見せつけられたのが、嘘巻き第一で、もしこれナットでちょ、特防取り口100打ってるんですけど、特防に振ってなくて落ちたかもな。嘘巻き第一で火力的に控えめグラドなのかな。相手噴火第一やったし、うん、次の対戦いきます。ルーカンドンのルッキースキマドキップさん、水ゴロエルフーン、カイオーガ、リアルが ガブリアス、ハッサム、なんだっけこれ、クレッフィ、追い風が決まりそうだけど、リアルがいるからあれだな。ネックーザで打つ、ダメだな。カイオーガ、ボルトロス、ボルトロス、レックーザ、カイオがなっとる。これで相手はカイオがエルフン、電磁波を海王が、メガ進化して、デルタストリーム外れさせてガリオ転生がな。追い風打ってきた。レンジャーで海王の素早さを落とす。さらにガリオ転生を決める。あでもこれとこ、ちょっと待って、これでは10分落ちるのか。ハチマキガリオで落ちるのか。十分予想がやると、レンジ波をエルフンにナットルチェンジ、ガリオ転生打つとボール速度が下がるんですよね。インファイトの飛行タイプ版みたいな雰囲気の技。インファイトだとあとが回そうか。アンコール、てかハチマキだからアンコール食らったら全然あれなんだけど、なるほど。10万ボルト、ヤドリギ、バルパン、エルフンは麻痺してる。ヤドリギが決まる。ボルトを守って、ナットレイがジャイロボールを、ジャイロは効かねえじゃん。まあいいか。エルフンに。まひってるから、素早さ下がってるから、あんまり意味ないな。エルフもまひってる。あら、まひってる状態のジャイロでもこんなに効くのか。フィガーオポーネント has disconnected. This will give them more time to disconnect.相手が消え去って、ディスコネクションの相手がしてきたので。まあ、なんだろう、 3DS で言うと切断されましたみたいな状況で、時間が経つとですね、相手の巻き扱いになりますね。ちょっと時間経過だけ待たないとこっちの勝利判定ができないので、ちょっとだけお待ちを。まあ相手一般ポケモン枠が何かな、ガブリアス、ハッサム、クレッフィがちょっとよ、まあ弱めの一般ポケモンね。エルフィンは全然 GS に入ると思うんですけど、ガブリアス、ハッサム、クレッフィーが VGC2016 で使えるレベルになるかって僕は疑問視してるので、その辺がちょっとあれかな。あと10秒で勝ちになります、こっちの。はい、相手がインアクティビティ、まあなんていうか対戦やる気ないってことで、こっち相手の負け判定、つまりこっちの勝ちになりました。はい、というわけでですね、ここまで2試合ご視聴ありがとうございました。ボルトロス、今穏やかオーブンをボルトロス使ってるの、こいつは割といい仕事してるんだけど、なんだろうな、そのナットレイが倒したい、一番倒したい相手ではゼルニアスに対してジャイロボールを打ち込める手はずを整えるというか、相手は絶対ナットレイのジャイロで死ぬってことは分かってるから、ゼルニアスにジャイロを当てるために他のポケモンをうまく倒して、ゼルネアスとナットレイを対面せざるを得ない状況を作らなきゃいけない
っていうのが分かったのが今回の収穫かな、さっきの試合で負けたやつですね。はい、というわけで、ここまでご視聴ありがとうございました。この、2試合分 YouTube の方に動画を上げておくんで、まあよかったらこれ見ていただいて、コメント、高評価、チャンネル登録もしていただけると非常に嬉しいです。うん、まあ、ポケモンの活動をこうやって放送とか動画とかやったりとか、まあ、e スポーツランナーサイトで翻訳活動とか海外情報の紹介とかしたりとか、まあ、あと深いに出たりとかポケモンセンターでの大会とか出たりとかいろいろ活動してますんで、応援の方していただけると非常に嬉しいです。ではここまで本当にご視聴ありがとうございました。 Thank you watching my video. See you next time. また明日会いましょう。バイバイ。